ニューサウスウェールズ警察本部銃殺事件とは2015年10月2日にニューサウスウェールズ州パラマタのニューサウスウェールズ警察本部前で警察職員がイラン出身のクルド人の少年に射殺されたテロ事件。2015年10月2日パラマタのモスクへ参拝したイラン出身のオーストラリアに帰化した。 クルド人の寸ニ派の少年が自宅への帰途の途中のチャールズ通りのニューサウスウェールズ州警察本部に差し掛かった。16時30分、少年はニューサウスウェールズ警察本部前で警察職員1名を射殺した。犯人は犯行時にアラーと叫んでいた。事件を受けて警察本部から駆けつけた警察官によって犯人は射殺された。 犯人の射殺に至るまではカメラによって記録された。10月3日、マルコム・ターングル首相は、テロ行為との見方を表明した。ニューサウスウェールズ州警察も、政治的な意図を持ったテロであると表明した。事件後、ノースパラマタにある犯人の家屋、パソコンなどを操作するとともに犯人が手にしていた、リボルバーの所有者などについて、調べを行っている。警察はテロに関係したとして、 オーストラリア国内でのテロを呼びかけているシリアで愛する少尉として活動するサイコさんオーストラリア人と連絡を取り合う組織の若者を2名を摘発している。また、オーストラリア国内におけるイスラムテロ容疑者で最も若い者は12歳であることも発表している。ありがとうございます。